漢方納得相談です。漢方とはどういうものか、そして漢方薬についてお伝えしていきます。紹介してくださるのは一心堂薬局の小木秀之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、小木さん、今日はどんなお話をしていただけますか？はい、今日はですね、高血圧症についてお話しさせていただきたいと思いますね。高血圧、はい、まずはこちらのですね、自覚症状の、はい、フリップ見ていただきたいんですが、はい、高血圧症の自覚症状ということで、うんうんうん、頭痛、頭重感、うん、めまい、ふらつき、不眠、不安感、イライラ、肩、首筋の凝りですね、はい、あと動悸、息切れ、のぼせ、うん、こういうふうな、症状がですね、高血圧症に、見られる自覚症状ですね。はい、どうでしょう皆さん、はい、首肩こりはあるけど、あとイライラしないけど、いや、はい、で、はい、さん、そもそも、はい、高血圧症ってなんでなるんですか？はい、まず血圧が高くなる要因ですよね。うんうんうん、まず血管がですね、開いてればいい時に収縮すると、うんうん、まあ、当然血圧っていうのは上がると。なるほどね。はい、で、あと、まあ、血管の内壁が、うん、まあ、狭くなってしまう。例えば、うんうんうん、コレステロールがついて内壁が狭くなるだろうとか、血管が硬くなって広がらない、うんうんうん、まあ、こういうふうなですね、2つの要因によって、まあ、血圧というのは基本的には高くなるだろうと言われるんですね。ほんで、はい、高血圧って言われる、はい、まあ、そのね、まあ、その、エリアだと、はい、血圧でどれぐらいの数値のことを言うんですか？はい、まず血圧には上の血圧、下の血圧があるのは皆さんご存知ですけど、うんうん、はい、まず上の血圧が140を超える、140、はいはい、で下の血圧が90を超える、これが、まあ、一つ、まあ、高血圧症の、まあ、基準になってくるわけですね。なるほど、なるほど。はい、はい、いや、はい、ね、その、まあ、高血圧の状態が、はい、その長く続くと、はい、どういうふうなこう疾患が起こりうるんですか？はい、こちらを、ご覧いただきたいんですけども、はい、まず高血圧、これが引き起こす、まあ、主な疾患ということで、5つほど書いてますけども、まず心筋梗塞、あと脳梗塞、はい、で脳出血、うん、心肥大、で腎硬化症、こういうふうなものがですね、よく言われるんですね。いや、はい、やばめな名前が羅列されてますけども、はい、これはまずいパターンのやつですね。そうですね。で、特にこの腎硬化症がさらに進んできますと、はい、やはり腎不全になってしまったりなんかするんで怖いんですね。まあ、腎不全になって、まあ、中には透析までね、行ってしまう、はい、行ってしまうような方がいらっしゃる。はい、気をつけなければいけない。そうですね、侮れないということですね。そうですね、はい、それでは高血圧の方の症例と改善例の紹介をお願いします。はい、了解しました。まずこちらの方が高血圧症の方の症例なんですけども、うん、はい、まずこの方、上の血圧が148、はい、で下の血圧が98と、うんうん、まあ、下の血圧は特に100近くになってまして、うん、そうですね、まあ、自覚症状でも、まあ、言われてたんですけど、下の血圧が特に高いと。で後頭部とですね、首筋が凝ってですね、うん、で頭重感があってですね、時々頭痛、めまいを起こすことがありますと。で時々ですね、うんうんうん、キーンという、まあ、耳鳴り、はい、これは、まあ、するということと、あと体がだるく、下半身が冷えやすい、足がむくみやすい、で体質的にはコレステロール値が高くてですね、270を超えるというようなことが、はい、まあ、そういうようなことを言われた方の症例なんですね。うん、なるほど、はい、おすすめの漢方は何でしょうか？はい、こちらのですね、七物硬化湯というお薬を、まあ、服用していただいたんですね。はいはい、でこの七物硬化湯の中にはですね、うん、まあ、陶器、鮮灸、芍薬、地黄、奥義、大漠、超糖鉱、こういうふうな、生薬で構成された処方なんですね。はい、この方はどういった改善をされたんでしょうか？はい、まず1ヶ月経った時点ではですね、首筋の凝り、まあ、これが楽になってきたと、うんうんうん、で2ヶ月経過した時点ではですね、頭の重い感じが軽くなってきたんですね。で血圧もですね、下がってきたと、うん、で4ヶ月経った時点でのコメントはですね、うん、まあ、病院の方で血圧を測りましたら、上が140、下が、84とですね、まあ、下の血なんかが下がってたと。はいはい、でコレステロールの値もですね、当初270あったものが220まで下がっていましたし、うん、で頭痛、頭重感も全くないと。うーん、はい、で7ヶ月経った時点ではですね、はいはい、血圧は130から140で上の血圧、うん、で下の血圧は80から
85で安定していると。でさらにはまあコレステロールの値、まあ、130ぐらいでですね今は安定しているというようなことで、はい、ずいぶん落ち着いたんですね。そうなんですね、本当に7ヶ月かけてここまで来ているということなんですね。はい、はい、でもね、これはねやっぱり気をつけなきゃいけないよ ね、 ね、この疾患の先にあることを考えるとね、そうですね、はい、そして尾身さんもう一つ注意するのが入浴の際なんですよね、はい、そうですね、まあ、これから寒くなってきますと、はい、やはり入浴の、ね、まあ、方法もちょっと考えていかないといけないと、はいはいはい、で今ちょうど画面に映ってますけども、やはりあの冬場やはり高血圧症の方はですね、うん、まず入浴前にですね浴室脱衣所を温めておくと、はい、はい、これが一つポイントなんですね。なるほど。でまた二つ目はですね、入浴前に水分補給しておく。で三つ目にですね、お風呂の温度はぬるめにする。だいたい40度ぐらいがいいというふうに言われてますね。はい。であと最後に四つ目、入浴時間はあまり長すぎないようにするという、うんうん、この四項目がですね、これから冬場の高血圧の方に。まあ、入浴の時に注意していただきたいということですね、はい、温度差を、ね、ありすぎると、うん、そうなんです、良くないということですね。そうなんですね、はい、ありがとうございました、はい、今回ご紹介した漢方薬は症状や体質に合わせた漢方で一例になりますのでご注意ください。それでは一心堂薬局からのお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。一心堂薬局は皆様の健康をサポートする漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状を体質に合わせた漢方を処方いたします。また一心堂オリジナル商品として各種健康茶や漢方に関する書籍、そして話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で6店舗あります。浦和店は浦和駅西口、埼玉会館そば県庁前東交差点です。大宮店は氷川神社入り口交差点前、新宿店は新宿高島屋正面入り口前です。立川店は立川駅北口、立川通り高松郵便局手前、川口店は本庄大通り筋向かいマンモス交番横です。所沢店は所沢駅西口、埼玉りそな銀行所沢支店向かいとなっています。漢方納得相談では漢方に関する質問や小木先生に聞いてみたいことを募集しております、はい、ご覧の宛先までお待ちしております。そして今月のはですね、純粋生姜松をお勧めいただいておりまして、うん、はい、私たちも先週飲みましたね、はい、そうそう、すっごいね、すっごいポカポカした、はい、うん、なんか生姜、はい、生姜、まあね、あの、はい、きついかなと思ったんですけど、はい、おすごい飲みやすかったです。あ、そうですか、はい、改めてご紹介お願いします、はいはい、今ご覧いただいているようなですね、あの粉末になってるんですね、うんうん、でこれはあの、まあ先週もお話ししましたように、あの煎じ薬です、あの使う医薬品原料のですね、うん、まあ、生姜の純粋松なんです、うん、ですから普通の生姜と違って、まあ、先ほど竹本さん言っていただきましたように、うん、温める作用がですね非常に強いんです、うん、はい、ですからこの、 あの冬はですね、あの蜂蜜に先週ね飲んでいただきました蜂蜜湯に混ぜていただいたり、まあ、いろいろお料理に使っていただいたり、まあ、そういうふうな形であの使っていただければと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、一心堂薬局の小木秀幸さんでした。小木さんどうもありがとうございました。 ありがとうございました。